奈良県立民族博物館は奈良県大和郡山市八田町にある博物館である。博物館の立地する場所である奈良県立大和民族公園についても記載する。奈良県立民族博物館は1974年11月10日に開館した。奈良県に暮らす人々がその風土の中で生み出し改良工夫を重ねて伝えてきた。 生活用具など民族文化財を通して生活文化を学ぶことができる博物館である。常設展示は、山との生業をテーマに、県北西部に位置する奈良盆地の稲作、県北東部に広がる山と高原の茶業県南部を占める吉野山地の林業を、その代表として取り上げ、地域で伝統的に培われてきた仕事の様子が理解できる構成となっている。 また2013年からは昔の暮らしとして大正から昭和期の一般家庭の家の中をイメージした展示や実際に道具に触ったりできる体験コーナーなども設置されており急速に変化する時代にごく数十年前の普通の生活を伝える場として小学校の団体見学などにも活用されている奈良県立山都民族公園は 約26.6ヘクタールの敷地を有する都市公園で民族博物館は公園の一角、敷地の南東より中央に位置している。公園は里山を生かしながら梅林や勝負園などが整備されている。また公園内には奈良県内の各地域の特徴を持つかやぶき屋根など様々な建築様式の江戸時代の伝統的な家屋11軒を一区展示している。 うち2件が日本国の重要文化財、7件が奈良県指定有形文化財となっている。古民家集落奈良県出身のお笑いコンビ、笑い飯には、この博物館をモチーフとした奈良県立歴史民族博物館というネタがあり、2003年の M-1 グランプリで準優勝を獲得した。奈良県立歴史民博物館はあくまでも架空の博物館であり、 実際の奈良県立民族博物館に奈良時代や縄文時代についての展示はない。また、道具の使用状況を示す人形が多く展示されているものの彼らが演じたような動く人形はない。ただし、旗織コーナーには障子越しに旗織の動きと音をイメージさせる動く人形が置かれている。かつて博物館のサイトの常設展示の解説ページに漫才コンビ、 笑い飯で知られる、旗りコーナーという文章が掲載されていた。ありがとうございます。